皆さんこんにちは、美術系 YouTuber の糸春です。突然ですが皆さん、アートの共同保有って聞いたことありますか？私は Twitter でアートの情報とかよく検索して見てるんですけど、あとフォロワーの方でアーティストの方とかギャラリー巡るのが趣味の方とかいて、それでよく Twitter 見てるんですけど、最近共同保有とかアートを共同で保有するっていうワードをすごい最近よく見て、でアートを共同で保有するってなんだって思って、それでだったらプロに聞いちゃうのが早いと思って、今回インタビューしてきたので、そんな動画を作ります。で多分アートをみんなで持つっていうことだと思うんですけど、共同保有って。でもイメージ的にそのアートを家に置くっていうのがアートを買う醍醐味じゃないかなって私は思っていて、なんか自分でこう例えばピカソだったらピカソの絵を独り占めできるっていうのが一番醍醐味じゃないのって思って、みんなで共有するって楽しいのと思ったわけです。アートの共同保有って楽しいのかなとか、あとアートの共同保有のメリットってなんだろうっていうところを、皆さんと一緒に見ていけたらなと思っています。で今回の動画ではアート市場の現状についてもちょっと私知りたいと思っていて、なんか市場規模とか、あとアートを買う人ってどんな年齢層の人なのかなとか、そういう市場的なアート周りのお金のこととかも気になっているし、あとはアートの入手方法、ギャラリーで買うのとかオークションで買うのとか以外に、なんかどうやってアートを買う方法があるのかなとか、そういうこともちょっと知りたいと思っているので、そこら辺をまとめて聞いてみたので、すごく勉強になる動画だと思います。なのでぜひ最後までお付き合いください。今回私の疑問解決にお付き合いいただくのはアンドアートという企業さんです。アンドアートさんは日本初のアートのシェアリングプラットフォームを、作った企業さんで、それと一緒に並行して EC サイト、EC で、アートを売る、オンラインで、アートを販売するっていうサービスも一緒にされている会社です。2018年に設立されました。ということで、インタビューの様子をご覧ください。アートを購入する方って、なんか年配の方とか会社の経営者の方とか、そういう、お金持っている方々が多いイメージなんですけど、実際アートを買われる人ってそういう人たちなんでしょうか？はい、そうですね。おっしゃる通り、最近は若い方も増えてはきていると思うんですけれども、ご年配の方だったりとか経営者の方だったり、アートに対してそもそも知見がとても深かったり、金銭的に余裕のあるような方が多いですね。そのような富裕層の方とか、専門的な知識を持った方々がどうしても多くなってしまう理由としては、アート購入に対してのハードルがとても高いことが挙げられます。アート作品を保有するということに対して、購入する、その後管理保全するっていうステップで、それなりにお金も知識も必要となるので、かなり体力が必要になります。例えば美術品用に倉庫を借りて保管していらっしゃるアートコレクターの方もとても多いです。そうですよね。なんか 1,2 点とかだったら、それこそ大きな作品とか買ったりしてもリビングに飾りたいとか、なんかどこに飾りたいっていうのあっても、 それがせっかくアートコレクションとかにハマっても家のスペース的になんか都合がつかなくなったりとかっていうのはすごいありますね。で、倉庫借りるっていうのはびっくりしました。初めて聞きました。あ、本当ですか。結構多いと思います。ちゃんとアートコレクションとしてこれ、をしている著名な方とかはやっぱり倉庫を借りて、例えば美術品の管理って温度とか湿度とかそういった保全の管理も必要になってきますので、長く保管し状態よく保管するっていうためにはやはり倉庫を借りたりですとか、なかなか知識とお金がかかるなという印象ですね。そうですよね。なんか自分だけのもの、洋服とか、宝石とか
化粧品とか、はい、そういう感じだったら自分だけが心地よく使えたりとか満足できればいいですけど、美術品ってなんか昔のものだったりとか価値を保たないといけないものでもあるから、はい、そこら辺の管理すごい大変そうです、ね、そうですね。そもそもアート作品っていうものが、まあ、誰かがこう魂を込めて作った作品なので、まあ、なかなか買うっていうこととか持っているっていうことに対してもこう力を使うことなのかなと思います。そもそもアートの世界全体だとどれぐらいのお金が動いているんでしょう。なんかあんま日本でアートコレクションが趣味って聞く方とかってあんま周りにいなくて、とどれぐらいのマーケット規模なのかなみたいなことをお聞きしたいんですけど。はい、まあ、数字でこう言いますと、まあ、日本のアート市場の規模って約、まあ、3600億円ぐらいと言われていて、まあ、世界の市場規模が約6兆7500億円とかなんですけれど、まあ、それに比べるととても小さい数字でして、まあ、他国と比較するとそれがすごい分かりやすいんですけれども、まあ、日本のアート市場が約3600億円なのに対して、まあ、1位のシェアを誇るアメリカでは3兆円、イギリスでは 1.3 兆、中国では 1.2 兆という規模になっていて、まあ、日本のアート市場3600億円ってこう世界的に見ても、まあ、そんなに高い数字とは言えないというか、まあ、シェアで見ても約 4% というシェアになっています。他の先進国と比べると本当に日本が何兆に乗っかってないところっていうのは本当にマーケット小さい感じがしますね。そうなんですよね。まあ、実際ポテンシャルどのくらいあるのかって話になると思うんですけど、まあ、日本は実際ミリオネア、こう富裕層の数では世界で3位にランクインしていたりとか、けどこう世界で美術展にどんぐらい人が出てるか、そのランキングにも結構日本で開催されている展示が割とランクインしていたりとか、まあ、日本のアート人気とか、まあ、アート市場のポテンシャルっていうのにはまだこう伸びしろがありそうな感じですね。なるほど。美術館行ったりする人は多いし、あとお金持ちの数も少なくはないけど、それがアートの、購入に結びついてないみたいな感じなんですね。おっしゃる通りです。今その日本のアートの購入ってまだまだ伸びしろがあるっていうことをお聞きしたと思うんですけど、なんかこれまでってオークションとかギャラリーとかその場に行って足を運んで購入するってことが多いと思うんですけど、オンラインの その市場の伸びとかってどうなってるんですか？はい、そうですね、世界的に今コロナ禍でこうおうち時間が増えたりとか、まあ、今おっしゃっていただいたようなオンライン化の流れとかも相まって、こうアート需要はすごく高まっていて、アート界にも変革といいますか、そういったようなものが訪れていると考えています。オンライン市、はい、数字で見ると、まあ、2020年は実はアート市場自体は、まあ、コロナの影響もあって縮小したんですけれども、オンラインでの売上高がその前の年の2倍に増加しているみたいです。そうなんですね。2倍ってすごいですね。はい、はい、そうですね、結構2倍って大きい数字ですよね。今のいろいろとお話聞いて、それで、ようやく本題っていう感じなんですけど、アートの共同保有についてお聞きしたいんですけど、なんかアートの共同保有ってそもそも何なのか教えていただいてもいいですか？はい、アートの共同保有というのは、アート作品を小口会員権化して、少額からでもアート作品のオーナーになれるというビジネスモデルとなっています。で、弊社ではアンドアートという日本初の1万円から人気アート作品のオーナーになれるシェアリングプラットフォームを提供させていただいております。あ、じゃあ共同保有ってなんかもともとある概念っていうよりは、その、はい、なんだろう、購入できる金額を分けて、例えばすごい高額の作品とかを一人が一括で買うみたいな感じじゃなくて、はいはい、何人も一緒に持つことによって一人一人の負担を軽くするみたいな感じなんですかね。はい、おっしゃる通りです。なんかでもそれ聞いた時に、なんか私ってアートの楽しみ方って結
現物を家に置くことこそなんかアートコレクションの醍醐味とか思っちゃうんですけど、なんか、はい、作品自体を手元に置けなかったらどういうふうにこう楽しむんでしょうか。はい、一応ですね、アンドアートでは作品オーナーになることで複数の優待をご用意させていただいておりまして、まあ、イベントとオンライン上でのコレクション、またオーナー券売買の機能が主になっております。オーナー様限定で鑑賞イベントを定期的に開催しておりまして、まあ、先日ですとバンクシーの作品とピカソの作品を展示するビューイングイベントを都内の某所で行いました。でマイコレクションに関しましては、こうオーナー権を保有している作品をオンライン上で公開してシェアできる機能となっておりまして、まあ、デジタル証明書、自身の名前がこう作品とともに、こう刻まれた証明書なども発行しているようになっております。なるほど。じゃあオーナー、自分がオーナーだっていう証明書を持てたりとか、はい、あとそれをこう人に見せたりとか、はい、あと自分がその作品手元にあるわけじゃないけど、はい、なんか見に行くことができる、はい、そういうイベントを開催するっていうことが、はい、なんか所有するメリットっていう感じなんですね、はい、おっしゃる通りです。あと結構オーナー様の、うちのオーナー権を所有されているお客様の声で多いのが、オーナー権を買ってみてからその作品やアーティストについての興味が高まったりですとか、まあ、アートに対してもっとこうコミットするような気持ちが湧いてきたりですとか、愛情が深まったという声を多くいただいておりまして、まあ、オンライン上ではあるんですけれども、まあ、実物を見れなくても自分はこの作品のオーナーになっているんだという実感が皆様にご好評をいただいております。あ、すごい。なんかそれってなんか、はい、あのアンドアートさんも意図してなかったなんかアートへの親しみ方の入り口でなのかなって今ちょっと聞いてて思って、ね、なんか投資に興味ある人とか、はい、なんかアートになんとなく興味あるっていう人が、はい、アートのオーナーにすごい定額から慣れたから、はい、なんか当事者意識持ってアートを見たりとか、はい、っていうことに結びついた、はいですね、多分、はい、すごい。そうですね、こう1万円から共同保有とか、こうなんていうのかな、今オーナー権売買も開放されてちょっと投資的な要素が強まってきてはいるんですけれども、まあ、弊社といたしましては今こういった春さんがおっしゃってくださったようにアートに対してのこう新しい関わり方とか、もっと親しみを持っていただいたりとか、こう愛を深めていただくみたいなところを、うんにコミットさせていただけるとすごく嬉しいなという思いですね。なるほど、ありがとうございます。はい、なんかさっき のアートを購入しても飾る場所がなんか限られてるとか、あとはこうすごい大金をはたいて買うみたいなのに抵抗ある方でも、1万円とかだったら確かに、うん、私も1万円でピカソとかバンクシーの作品のオーナーになれるみたいな、でしかもそのイベントに行けるっていうのは、なんかイベント会場で友達とかできそうだし、なんかすごい興味をそそられますね。今回の一番直近の開催ですとちょっとコロナの関係で少人数で行わせていただいたんですけれども、まあ、それ以前のイベントの際には、オーナーの方々がこう集まって、まあ、アートに対する知見をこう交換されたりですとか、まあ、対話型鑑賞というものも今はなんかニューヨークかどっかでこうできてるらしいんですが、まあ、こうそういった創造性を刺激するような会話とかも生まれていて、すごくそういったコミュニティもなんかこううちで作っていけたらいいなとは考えていますね。すごい素敵だと思います。はい、なんか私も、はい、なんだろう、コミュニティアート好きのコミュニティやってるんで、はいはい、なんかちょっとなんだろう、ね、似てるというか、うん、はい、なんかきっかけあると仲良くなれるし、わかります、わかります。なんとなく共同保有の良さみたいなのが私も分かってきました。なんか共同保有をやってる、アートの共同保有をやってる会社って他にもあるんですか？はい、そうですね。答えで言うと、海外にございます。
弊社代表の松園がですね、このアンドアートのサービスの構想を思いついた当時にはこういったサービスはまだなかったそうなんですけれども、まあ、当社のローンチが2018年なんですが、その同じ時期にアメリカとシンガポールで同様のサービスが誕生しております。どちらもこうアートの共同保有のサービスになるんですが、まあ、ある会社ではですね、スニーカーやコミックも対象にしているサービスもあるので、共同保有といったビジネスモデルに対する注目度は高いのかなと感じています。共同保有ってなんかそれをするのになんか資格じゃないけど、どんな人でもできるものなんですか？はい、はい、どんな方でもしていただけます。会員登録も無料で、もう1分くらいですぐできますので、ぜひしていただきたいと思います。うん、アンドアートとしましては、はい、こう会員登録をしていただいたからにはこういろいろ情報をご提供させていただいてるんですけれども、まあ、ちょっとさっき、まあ、アート書いてクローズドだよねって話があったかと思うんですが、まあ、弊社のサイトでは、まあ、アーティストについての説明だったりとか作品についての解説、またなかなか手に入らないこうアート市場のオークションデータを会員の方に公開しておりますので、そちらの方とかもご覧いただけたらなと思います。結構面白い内容になっているかなと思うので。アンドアートさんではどんなアーティストの作品を扱ってるんですか？今国内外の有名アーティストの作品26点をお取り扱いしてるんですけれども、まあ、バンクシー、ピカソ、あとカウズとかウォーホル、リヒター、バスキア、あとアーシャムとかで、日本人のアーティストでいうと、まあ、杉本博司、草間彌生が3月の新作だったんですが、他にも奈良義朝とか、まあ、六角彩子とか縄光平さんなどが挙げられます。すごい、もうなんか今をときめく現代アーティストみたいな感じですね。すごい、はい、特にバンクシーとかピカソはやはりすごく人気が高くてですね、先日発売したバンクシーのボムラブのオーナー券は開始1分で売り切れのご好評いただきました。もう弊社スタッフもみんなすごくびっくりして、もうバタバタでしたその日は。すごい、なんかオンラインでその購入券買うっていう、はい、でしかも割とオンラインの場で完結するじゃないですか。ほぼその、はい、そうですね、所有しているってことはオンラインだし、なんかライブのチケットとかなんかの不売品とか限定品っていうのとなんかちょっと違うというか、アートでなんかオーナーになれるっていうことがそのままの価値っていうもので、1分で売り切れっていうのが、うん、起こるってすごいですね。はい、バンクシーはやはり最近こう高額落札がこうすごくニュースになっていたりとか、まあ、日本でもバンクシー展が開催されていたりとか、結構トレンディーなアーティストだったということも、まあ、考慮できるのかなと思います。いろいろ教えていただいてありがとうございます。アンドアートさん その打ち合わせの時とか、この動画撮る前に打ち合わせしたと思うんですけど、その時にこうアートと欲しいっていう出すっていう感じじゃなくて、ちゃんとアーティストさんへのリスペクトとか持ったりとか、はい、あと、はい、なんだろう、そういうアートに知見のある方の意見とかいろいろ聞いた上でそういうサービス展開されてるっていうところがすごい魅力的だなって思いました。もし今後の展望とか告知とかあればぜひお話しください。はい、かしこまりました。当社が成し遂げたいことといたしましては、まあ、弊社ではアート作品のシェアリングプラットフォームのアンドアートだけではなく、実物作品の EC、U アンドアートや若手アーティストの支援も手掛けていく予定でございます。まあ、そういったさまざまなニーズを叶えて、誰もが自由にアートを楽しめる機会提供をし続けたいと考えております。なんか若手アーティストの支援とかもするんですね。はい、そうなんですよ。まだちょっと具体的にはちょっと言えないんですけれども、結構大きな、うんうん、まあ、プロジェクトですとか、うん、話をいただいていたりしておりまして、いろんなさまざまな形でアーティストの支援やアート界の支援を行っていきたいと考えております。素敵
けですね。なんか周りの、あの、絵描いてる人とか、アーティストさんになりたいっていう人は、はい、あんまりそういう、はい、自分でこう、アーティストとして経済的にも自立するっていうことについて、誰にも、あの、教えてもらえなかったとか、うん、そういう声すごい多く聞くんで、やっぱり好きなことで食べていく、なんか YouTuber みたいですけど、なんか、そういう本当に、ちゃんと食いぶちとしても、はい、素晴らしいものを世に生み出してるから、その価値をちゃんと、はい、あの、返してもらうっていう、はい、あの、なんだろう、支援みたいなのは、はい、もうどんどんいろんな会社でやってほしいなって思います、はい、個人的に。はい、頑張ります。そうですね、はい、あの、アート界ってこうどうしてもアーティストを育てる土壌といいますか、エコシステムといいますか、もちろん、こう、現状、いろんな方がこう努力されてはいるんですけれども、まだまだこうもっとできることがあるんじゃないかなと弊社としても思っておりますので、うん、まあ、いろんな可能性を考慮しながらどんどん頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。と告知もさせていただいて大丈夫でしょうか。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。まあ、今こうご紹介したアンドアートの共同保有の作品なんですけれども、まあ、普段は都内のこう美術品の倉庫にとこう厳重に保管をしているんですけれども、公共展示というものも行っておりまして、うん、今縄公平さんのスローンという作品が明治神宮の宝物殿というところで展示中でございます。で、5月30日まで入場無料で、ご覧いただけますので、ぜひ入らいただきたいなと思います、はい、すごく宝物殿って普段は明治神宮にまつわる、はい、結構高尚なものが展示されている、とても崇高な場所なんですけれども、まあ、そちらにアート空間を作り出すというイベントがありまして、そちらにちょっとお声掛けをいただいて、うん、弊社の作品が展示されておりますので、私も行ったんですけど、まあ、すごく感動したので、うん、ぜひ足をお運びください。はい。はい。ありがとうございます。いろいろ聞かせていただいて、はい、すごい嬉しかったです。まあ、例えばこう、ね、社内でも、まあ、結構、アントアートという会社自体は、うん、なんていうんですかね、まあ、ちょっと、アート界の会社といいますか、うん、説明難しいんです、うん、結構あの弊社代表もこうサイバーエージェント出身だったり、結構バリバリのビジネス志向の方が多いんですけれども、まあ、なかなかアートの知見を勉強する機会も、うん、まあ、外ではないので、社内でこう勉強会をしたりとか、うん、まあ、アートニュースの共有を毎週したりですとか、あの、サウナさんとかにも結構初歩的なことからいろいろ聞いたり、はい、で、あの3月でしたかね、うん、からあのポーラ美術館の学芸員の方が、あの保全管理のアドバイザーとして、あのご協力していただくことも決まっておりまして、あのアート界の各方面のプロの方にお力を借りながら頑張っております、うんうん、すごい。でもなんかちょっと親近感湧きますやっぱりアートのことって最初からなんか1から10まで分かんないけど、はい、そうやってなんか社員の方々もあの勉強会やりながら頑張ってるんだって思ったら、はい、私も頑張ってアートの勉強しようって思います頑張りましょう。はい、頑張りましょう